すまない、少々意見を聞きたいのだが。私などでよろしければ。配下の者たちを、いや、レアンもアドラも皆の者をねぎらってやりたい。何をすればいいだろうか。アドラの方々もですか。ああ、イノセントゼロの件では借りを作ってしまった。でしたらパーティーゲームなどはいかがでしょう。いくつか心当たりがありますので見てみましょうか。こちら隠れて遊んでいた寮生から没収したもので恐縮なのですが。このカードはどういう遊びだろう。こちらはゴブリンゲームです。一種の心理ゲームのようで、書いてありました。ゴブリン、占い師、あざのないものなど、プレイヤーに役割が与えられ、話し合いで誰がゴブリンかを当てるという。当てる？話し合いで判明するだろう。いえ、私もやったことはないのですが、ゴブリン役の者は嘘をつかなくてはならないとか。このゲームはどうしても嘘をつかなくてはならないのか。ご安心ください、私が決してアベル様をゴブリンにはいたしませんので。そうか。こちらのゲームは何だ。これはトルネードですね。まず小さな竜巻を発生させて部屋の中のものを取り込みます。そこから出てきたものと同じ色の、ああ、付属のマットがあるんですね。そのマットの色に、ん？手足をねじって、ん？もっと単純なゲームがいいだろう。ではトランプを用意しましょう。それがいい。母さんもトランプがいいよね。アベル様はお母様思いでいらっしゃいますね。ああ、母さんもパーティーを楽しみにしているそうだ。それは準備のしがいがありますね。そうだな。そろそろ行こうか、母さん。絶対にアベル様を優勝させなくてはいけませんね。私の命に代えても。